神竜のもとに聖騎士の指輪を戻したと。申し訳ございません。宿がついていながらこの体たらくと。青き風空の指輪も失ったと聞く。ことの重大さは分かっているな。はい。レイルはどうしている？深く眠っておられます。しかし何度竜の衝動を強めても邪竜の娘たる人格が目覚めることがなく。あるべき自身の姿を否定するなど愚かなことよ。セフィア、これを持て。これは我の力を込めた魔法具だ。お前の術の力を何倍にも引き上げてくれよ。我の力、そしてお前の術をもってしてベイルを完全なものとするのだ。ソングル様、あれには使い道がある。来たるべき時まで、つつがなく務めよ。承知いたしました。すべてあなた様の御心のままに。あのソングル様。何だ。つかぬことをお伺いしますが、ソングル様の御子はベイル様お一人でいらっしゃいますわよね。それは今はという意味か。はい。であれば答えはしかりだ。そうですわよね。やはり私の考えは杞憂でした。申し訳ございません。なぜそのようなことを。とベイル様が生き残りのご兄弟がいるとおっしゃるものですから、真偽を確かめなくてはと。何でも渡された流石が今も砕けていないとか。ほう。ですがソンブル様のお言葉こそまこと。ベイル様は何か勘違いをなさっていたのですわ。千年前ソンブル様の巫女たちは皆戦の中で散りましたものね。中でもひときわ優秀であった燃えるような髪と瞳の巫女様はうっすらと記憶にあります。確か名はセピアよ。はい。我は死した子らの名も顔もいちいち覚えておらぬ。だがその者には我がとどめを刺した。はい。直後に我は倒れ封印された。お前はその者のむくろを回収したか。いえ。では先ほどの質問の答えを変えよう。うん。答えはいいなと。もしも開口するようなことがあれば確実に消しておけ。そんな。ではやはりあの者が。船を手配してくれてありがとうございます、アルフレッド。いいんだ、礼なら母上に。イルシオンに向かうならとフィレネでも有数の性能のものを用意してくれた。フィレネ城やオートに変わりはありませんでしたか？ああ、僕たちがブロディアに向かってから城への襲撃はなかったそうだ。よかった。母上には指輪のことと各国の状況を報告しておいた。奴らが王の血を狙っていることも伝えたよ。モリオン王とハイヤシンス王の件は母上もショックが大きかったようだけれど。そうですよね。それからフルルの港での一件は王家から支援を惜しまないとのことだった。元の美しい港に戻るには多くの時間がかかってしまうかもしれないが、もう二度とあんなことが起こらないように早く邪竜を倒さないといけません。イルシオンに着いたらどうする？すぐに城を目指すか？そうしたいところですが、まずは情報を集めます。指輪の数で勝っているとはいえ
返り討ちにされては元も子もありません。それから欲しい情報がもう一つ。もう一つ？ベイルが無事かどうか気がかりです。確かにただでは済まなそうだったが、本来の人格を消し去る気かしら。あの女ならやりかねないわ。ベイルは母さんの敵です。事情はどうあれ、その手が母さんを殺したことに変わりはありません。でも今は心配なんです。無事でいてほしいと思ってしまう。確かに同情の余地はあるように感じたよ。危険を冒してまで指輪をこちらに渡したのだから。罠って可能性もあるよ。全部演技なのかも。指輪を渡して信用させた可能性もゼロじゃないよ。一理あるな。今はまだ結論が出せん。それでも私はベイルを信じたいです。失礼します。神竜様、前方にイルシオンの船がこちらに近づいてきます。まさかシクが足止めに。奴らの姿は確認できません。しかし敵意を持っての接近であることは確かかと。この会場でうまく巻くことは難しそうですね。応戦しましょう。みんな戦闘準備を。敵に囲まれているね。神竜様、この船には砲台があるんだ。撃った先には炎が上がる。味方も巻き込む危険はあるけれど、うまく使えば敵の足止めができるかもしれない。は
ハイヤシンス様がいなくなってからイルシンは変わってしもうた。兵たちはシクトやらの言いなりで話も聞かん。わしは本当にここで戦うべきなのじゃろうか。消すやつを言え。通りに私の神様。するわ。分かったわ。選んで。覚悟あるわ。嬉しいな。よし。
私の勝ちです。あなたは戦わないのですか？戦わねばならん。しかしずっと迷いが拭えぬのじゃ。今のイリュシオンが間違っておる気がして。こんなことを敵に言うとはわしも猛獄したの。なら良ければ力を貸してくださいませんか？私は神竜邪竜を打倒するため、そしてイリュシオンを取り戻すために戦いを続けています。神竜じゃと？邪竜信仰であれば抵抗があるかもしれませんが、我が軍にはアイビー王女もいらっしゃいますよ。アイビー様が？ああ、生きておられたのですな。アイビー様がおられる場所こそわしにとっての正しきイルシオンです。わしの信仰は王家にこそある。神竜様、どうかわしを連れて行ってくだされ。ありがとうございます。わしはリンデンと申します。昔は王城騎士として働いておりました。こう見えて腕は衰えておりません。我が魔法で兵たちの目を覚まさせてやりましょう。
次のお相手はと。残念ですね。まだ足りませんわ。
お腹が空いたわ。 先に。パーティーの時間さ。ごめんね。 行きましょう。 ロマン的だね。 楽しんでもらえたかな。 ためだもん。ふふん。そこ、あたしと遊ぼう。
行きましょうか。盛り上がったね。軽くなりましたわ。よかったよ。
あのお方のため、その意志は今も変わらず戦うのみ。やっ、あった。眠りなさい。おやすみなさい。良いですか。イルシオン王国が見えてきました。戻ってきたのね。平気ですか、アイビー王女。イルシオンがどうなっていたとしても私たちのやることは変わらないわ。もう少し北上したところに氷に覆われたジーベル港があるの。そこから上陸しましょう。わかりました。王城や大教会からさほど離れていないから、今のイルシオンの情報が聞けるかもしれないわ。行き先を伝えてくるわね。紋章師マルス、セリカ、ミカヤ、ロイ、あなたたちを取り戻せないままここに戻ってきました。今度こそきっと迎えに行きますから、それまでどうか待っていてください。イルシオンか。同胞と分かたれた地に戻るというのはこのような心持ちなのだな。残りの皆を奪還さえできれば、やっと千年に一度の力を与えられますね。それから我々紋章師のみが知るもう一つの力の行使も可能となる。今回は奇跡が起こせるかもしれません。もしみんなで願えば、ルミエルさんのことだって。俺は反対だ。先のことを考えるのなら、あれは使うべきじゃない。同感ね。この先も続く未来を思うのなら、特定の存在に肩入れすべきじゃないのかも。肩入れ？あの悲劇を回避したいと思うのは当然じゃないか。ですが、私たち各地の指輪はそちら側で何があったのかほとんど知らないんです。王城にいた者とそうでない者の認識が違うのは仕方のないことだ。これでは今回も難しそうだな。あれは
千年に一度の力と違い、一度も発動したことはありませんから。千年前もその前だって。代償を思えば行使すること自体忌避すべきかもしれないがな。ここにいない者たちはどう思っているのだろうか。